大見鉄道 DD45 系ディーゼル機関車は、大見鉄道にかつて在籍したディーゼル機関車である。1973年1月に福島臨海鉄道から転入した。神奈川臨海鉄道の45トンキ DD45 とも同系である。1963年3月富士車両制で、運転台を中央に置いた突型の車体で、同輪二輪ずつ。 連結棒で結んだ、ロット軸駆動方式を採用している。多賀駅やキリンビール、滋賀工場での貨車入れ替えに使用していたが、貨物輸送終了とともに旧車となった。しかし、旧車後も車席を維持し、2004年の彦根駅、東口開設工事まで残存した。ABCDEFGH、カラーブックス日本の私鉄24近畿、129ページ、AB、 関西地方のローカル私鉄元凶1大見鉄道96ページ ABCDE 原油私鉄外設大見鉄道55ページ ABC 原油私鉄外設大見鉄道54ページ関西地方のローカル私鉄元凶1大見鉄道97ページ福島臨海鉄道に神奈川臨海鉄道の車両学鉄連研究シリーズ大見鉄道62ページ 原油施設外設を見鉄道54から55ページ2000年時点では車席が維持されていた。眠り続けた魔境16ページ。ありがとうございます。